この占い信じるか信じないかはあなた次第です。やりすぎ玉木の都市伝説検証コーナーです。わー、はい、今日はジングルベールジングルベール鈴が鳴るクリスマスイブでございますね。そんな夜こそ日本について考えましょう。今日のお題はじゃん、聖徳太子は預言者でありペルシャ人だったっていう説について占いで検証していこうと思います。はい、基本的に1日1本か2本動画アップしているのでぜひチェックお願いいたします。はい、個人鑑定の申し込み方法は、動画概要欄とあとツイッターに最新の受付状況を書いてありますので、アカウントなくても見れるのでチェックしてからお申し込みくださいませ。で、あとお知らせ、回転寿司占い講座、これ世界一楽しく簡単にカパダス秘術がマスターできるっていう楽しい講座でございます。1月17日までの期間限定で、特に12月30日まで募集していた、じゃあ応募していただくと早期特典がありますので、ぜひ動画概要欄見てご検討くださいませ。おすすめでございます。カパダス秘術覚えとくと人生が変わると思いますよ。もっと早くしとけよかったって思うと思います。はい、聖徳太子ねー、なんかさ、今日もニュースがまた何にもないなーって思って、まああるとしたらなんか韓国の大統領選ね、パククネ大統領の妹が出るんだみたいな話あって、で3人に候補者がなってみたいな話もあって、そうね、どうかな、興味あるかなみんな、どう、微妙だなと思って取り上げるにはと思って、なんか今日もそれか、それかオミクロン株か、どっちかのニュースしかやってなくてですね。で、困った時の直木マンさんですね。困った時は都市伝説ですね。都市伝説はいくらでも占うことがありますね。やばい、日本の秘密っていうところから、今日は聖徳太子についてのこのページをちょっと占おうと思います。はい。聖徳太子。なんかね、聖徳太子の伝説っていうのは生まれる前から始まるらしいですよ。なんか、母であるアナホベの、難しいんだよ、この昔の人の。アナホベの橋人の姫巫女が身ごもる直前に金色の層が現れて、スーッと体内に入っていき、妊娠8ヶ月でお腹の中から声を出しました。金色の層からが現れてから1年後の1月1日、陣痛もなく、馬宿の前で生まれたことから、馬宿の巫女と名付けられたのそうだらそうですが、なんか、イエス・キリストに似てますよね。馬宿で生まれたなんて。なので、渡来人がもたらした伝説かもしれない。あとは、預言者だったっていう噂、話もあって、なんかね、未来期っていうのと、未然期っていうのかな、うん、未だ叱るの期ねっていう2冊の予言書を残したって言われてるんですね。で、その中で平安京の遷都、鎌倉幕府の成立とか、あとは徳川幕府の成立、第二次世界大戦の勃発までも予言してたそうです。なので、聖徳太子は予言者だったのかっていうのをちょっとね、見てみようと思います。あと、前世カード、ここにパストライフオラクルカードっていうね、前世を見るカードがあるので、これで聖徳太子を見てみると、どんなカードが出るのかしらっていうのを見てみようと思います。あと、有名なのはさ、この、同時に大人数の人の話を聞いて、全員の会話にこう答えられることができたみたいなね。なんか10人の話を聞けた。もしくはなんかね、11歳の時には36人の子供の話を同時に聞き取れたとも記されてるそうなんですね。なので、これは本当なのかどうか。で、それができるとしたら、天才なのか。超天才の可能性がある。ね、高性能な脳を持っていた可能性がある。それはどうなのかしら。ね、預言者で天才となると、めっちゃ不思議よね。どんな人なのかしら。で、あとですね、聖徳太子はペルシャ人なんじゃないか説がありまして、これはね、なんか、まあ、いろんなところから、何個かこう、その理由となる説があるんだけど、一つ分かりやすいのが、聖徳太子の容姿。当時の日本人男性の平均身長は150センチくらいだったらしいんですよ。小さいね。で、それに対して聖徳太子は180センチあったらしいんですね。あと、聖徳太子のいとこにあたる八個の王子の肖像画っていうのが、肌が黒いんだって。で、日本人には見えない風貌なんだって。なので、ペルシャ人なんじゃないかっていうね。
あと、聖徳太子の母親であるアナホベの橋人の姫巫女の名前の橋人がペルシャ人のことを示すパルシーグを示しているとも考えられていることからペルシャ人だったんじゃないのっていう声もなんかいろいろあって、で、なんか皇位継承権を持つ聖徳太子がペルシャの血を引いてたから外されたっていう説もあったりしてね。どうなんだろう。あと、架空の人物なのか説も。架空の人物。これどうやってみようかな。架空の人物？そう。ちなみにこれがあの、いとこの八子の王子の肖像だって。確かにね、肌がね、黒っぽいんだよね。だそうですよ。ということで、聖徳太子について。カードでどんどん占ってみようと思います。今日は保育園でもサンタさんが来るらしいよって朝子供たちがね、保育園にサンタクロースが来るらしいよって言ってたからね、これから今から迎えに行くけどさ、サンタさんにね、会えてワクワク楽しいクリスマス子供たちにとってね、いいね、私もうサンタさん来てほしいな。大人になるとどうしてサンタさんは来てこなくなっちゃうのかしら。不思議ね。ね、来てほしいね。はい。はい、そんなクリスマスの日は日本について考える。はい。聖徳太子は預言者だったの。キリストについて占えばよかった。いや、そのキリストも考えたけど、なんかさ、キリストの方は複雑そうで、今ちょっと時間がなくて、準備する時間がなくて聖徳太子になってしたんだよ。はい。聖徳太子は、ズバリ、6枚でいこうかな。預言者だったの？力の逆だね。これを見る限り、預言者って感じじゃないね。ズバッと出ました。うん。預言者だったのって聞いて、キーカードが力の逆でしょうか。多分その能力は発揮してないよ。皇帝なんだ。で、法王でもない。なんか宗教職はないよ。王様みたいな感じだね。皇帝、法王。で、星の逆。多分、預言者じゃないね。星も、これ星出たらさ、若干預言者っぽいけどさ、ね。逆向いてるから、残念ながらちょっと、ワクワク夢のあるところをこう、否定して申し訳ないんですけれど、占いによると、預言者じゃないかな。なんかね、もう皇帝的な存在だね。皇帝だね。王様みたいな。預言者じゃない。皇帝。注意点にタワーが出てるんだ。うん。あ、じゃあ、前世カードで見ると一体何が出るのか。これね、パストライフオラクルカード。なんか職業とかさ、なんか国っていうか地域とかが書いてあるカード。前世はどんな感じだったのみたいなカードなんですけれど、聖徳太子はって聞いたら、なんて出るかな。ファストライフオラクルカードさん。いつ見てもこのクッキーみたいで美味しそうだね。なんか、焼きすぎたトーストみたい。なんかね、こんがり、香ばしいカードだよね、これね。よいしょ。はい。なんて出るかな、預言者、じゃない、前世カードで見ると、アジアなんだ。ペルシャ、待って、ペルシャって、どこになるの？すいません。ペルシャって地方で言うと、待って、今調べる。ペルシャは、現在のイランを表すヨーロッパ側の古名である。ヨーロッパになるの？ペルシャは。一応、アジアとヨーロッパの間みたいな感じだけど、ヨーロッパなのかな？いや、微妙だね。アジアが出たよ。アジアだって、あ、どうですか？有識者の皆様、この中にいらっしゃいますか？これ。アジア。これはペルシャじゃないのかな？まあ、後でも見るけどね、ペルシャ人だった。アジアってズバリ出たわ。そっか。あ、地域が出たね。なんか職業出るかなと思ったんだけど。もう一回引いていい？なんか、職業的なものは何だったんだろうっていうのが。知りたかったら地域がで知った。できれば職業みたいなのを出してくれないから知らね。職業とか、なんかどんな人物だったのかみたいな。アジアは分かった。はい。
もう一回聞きます。もう一度なんか職業的なのはどうなのかしらって聞きたくて。また地域じゃないこれ。ケルトだよね。ケルト。ケルトってさ、アイルランド、スコットランド、ウェールズ、イングランド。一気に飛んだね。また、そして地域になったね。ケルト。さあ、謎が深まっちゃった。余計謎が深まっちゃった。アジアとケルトが出たよ。アジアとケルト。ね、全然なんか職業出してって言っても職業らしきものを出してくれないし、職業関係ないのかな？もしかして架空の人なのかな？なんだろうね。何回も聞いてもしょうがないから、じゃあここまでにしとこう。アジアとケルトだって。じゃあ、10人、もしくは36人のね、この大勢の話を同時に聞いて理解したみたいなのは本当ですか？はい。聞いたのは本当か。これ嘘かな？作り話かな？なんだろうな。どういうこと？ズバッと出ました。タワーの逆と死神の逆。で、星と釣られた男。なんだろうね。でも、死神の逆とか出ると、オカルトチックな感じはするよね。なんだ？またあれ？私の都市伝説枠でありがちな宇宙人的なやつ、なんか日本人じゃない、人間じゃない的な、なんか、もしくはな、霊的なやつとかさ、なんか、不思議な感じなのかな？なんだろうな、審判復活、タファの逆。まずなんかその、大勢の人の話を同時に聞いて理解して答えたかどうかっていうのは多分ね、ノーだよね。ノーで、だけど、なんか、霊的な力とか、そういうのは持ってそうなのよ。不思議な力とか、オカルトみたいな感じ。だから、霊力みたいな感じ？実際こう、何十人にもこう話させて、実際こう物理的に聞けて分かったじゃなくて、インスピレーションみたいな霊的な能力で感じ取って答えたみたいな感じかな、イメージ的に言うと。じゃあ、天才なの？天才？違うな。天才って話じゃないな。霊能力者なの？みたいなことかな。霊能力者なの？でもさっき予言者は違うって言ったから、わけわかんないわ。霊能力者なのか。待った。ごめん。天才なのか。霊能力者なのか。その他。天才。天才なの？霊能力者なの？その他なの？の3択できます。ズバッと出ました。でも微妙だもん。まず、天才なのは、カード3枚引いて、結論的なところはイエスだけど、でもあんまりパッとしないカードも出てるから、天才は三角って感じ。ある能力はズバ抜けてたかもしれないけど、マジシャンの逆ってことはなんかそんなにすごい天才って感じもしないな。霊能力者なのは死神のカードがまた出たね。皇帝もまた出たね。多分王様は王様だったんだろうね。王様的な感じなのか、王様にまつわる何か、その関係者なのか。で、死神のカード、霊能力者、死神。微妙。なんか、不思議な力の時に、確かにこれは出るよね。これちょっと保留、ちょっと待ってて、その他が戦車と女教皇の逆と女帝の逆。これなんか、若干近いかな、みたいな。気がするんだよね。その他が何なのか分かんないけど、なんか女性的なカードがやったら出たなと思って。で、全体的なキーカードが悪魔の逆でしょ？天才か霊能力者かその他。天才はまずちょっと抜かして、亡くなった後になんか作られたみたいな話とも取れるよね。人物のカードがやったら出るから、人間は人間なんだろうね。ちょっと待って、今の保留させて回答。その前に、
ペルシャ人だった、日本人だった、その他を聞かせてください。ペルシャ人なのか。ちょっと3枚引くとわけわかんなくなるから、ピタピタピタって1枚ずつ引くね。ペルシャ人と日本人とその他だと。ペルシャ人、うん。日本人、うん。その他だね。その他だ。ちょっと出ました。また皇帝が出た。三度目の皇帝。はあ、ペルシャ人でも日本人でもないね。その他です。その他に皇帝が出た。審判がさっきからやったら出るんだよね。復活するみたいなさ。なんか、ほんとキリストを彷彿とさせるよね。生き返ったんかいみたいな。生き返った王様なんかな、なんだろう。じゃあ、架空の人物、現存する人物、宇宙人。ね、宇宙人大好きだから。架空の人物、現存する人物、宇宙人の三択。困った時には宇宙人です。架空か、現存か、宇宙人か。玉木はいつも宇宙人、宇宙人言ってるねって。去年なんかさ、UFO を書いたからね。タロットカードで座標軸使って。あるから、その動画。はい。架空の人物。ああ。現存する人物。宇宙人。ああ、そうっすか。ズバッと出ました。これは、実在せんかもね。実在しないかもしれないね。架空の宇宙人。架空の宇宙人ってなんだ。架空の人物と宇宙人に、出て、また架空のとこに審判が出たんだよね。これさ、なんか、復活とか決意とかな、こう、人々の気持ちをこう、一体化させるためのさ、シンボル的なものだったりするのかね。あと宗教的な何かとか。これは架空の人物かもしれんね。ちょっとじゃあ、まとめると、聖徳太子は預言者だったのって罰が出て、皇帝だっていうのね。で、前世カードで見ると、アジアとケルトが出たの。場所ばっかり。いや、架空の人物ならなんかさ、なんか仕事が出なかったのは納得だわ。この、なんかこの地域、ケルトがケルトはどう関係あるのか分かんないけど、有識者の皆さん、ケルトがどう関係あるか、ちょっと教えてほしい。なんか、この辺を使って、なんか、物語をさ、なんか、伝承の物語を作ったみたいな、そういうことかもしれないね。で、この、大勢の人の話を同時に聞いたっていうのは本当かどうかっていうのも、タワーだからタワーの逆が出たから、ノーなんだよ、ノー。ノーなんですよ。で、でも死神の逆とか出てるから、なんかインスピレーション的な何かなみたいな。不思議な何かを感じたの。ちょっと現実味のない感じ。で、聖徳太子はペルシャ人か日本人かその他で言うと、その他って出るの。で、皇帝。で、架空の人物かっていうと、架空プラス宇宙人みたいな感じが出るのよ。うん。なので、現存はしてないね、多分。現存。あ、出ない。ペンが出ない。現存。してない。現存してない。架空の王様。架空の王って、なんか霊的なシンボルみたいな。霊的？うん。何か、精神世界って、こう、日本人をつなげるためのシンボルとか、なんかそういう感じがする。これは、聖徳太子は、ズバリ、現存してない。架空の王様で、霊的な、何かシンボル的なものなんじゃないかしらっていうので、この占い信じるか信じないかはあなた次第です。いや、架空の人物がお札になってたのかよみたいなね。すごいな、盛大なツッコミが。まあいいんだけどね。いいんだけど、架空の人とか神様とかがお札になってても別にいいんだけどさ、これは現存してないね。多分一貫してなんかいろいろノー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 言って人っぽくなかったもんね。はい。ということでいかがだったでしょうか。聖徳太子は多分いないぜ。うん。玉木の占い、あくまで占いだけどね。あくまで占いですけれども、どうでしょうか。はい。
ということで以上になります。いかがだったでしょうか？面白かったでしょうか？つまんなかったでしょうか？ご感想お待ちしてます。じゃんけんいきます。たまーきじゃんけん。じゃんけんぽい。チョキなのでグーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ。ありがとうございます。